わゆる、EQ、悲観最優先、そういう作家らは今、総じてバッサリできる状況そういう感覚はあるのだが。特に女性の、その精神世界を掘り下げた的な作品は、実際に破損の理解の前でほとんど意味がない。シュレディンガーの猫は存在しない。ここに、その猫が。少女はスカートの下に、何色のパンツを履いてる？そういう話、それ、を書いて、だから、観察者は私だ。そういう話の先には、何かの歪んだ乱立。実際には、使えないな、絵でも描いてろ、そんな、そういう話、だったのかもしれない。創作は仕事では、なかった。テレビも実際には、だ。ともかくその境遇で、自分を我慢させ続けることができればお金が出た？お金を払った人にしろ、それ、が何の意味があるのかわからないのだ。単に、用なし、を作るとき、姿勢者として。